今川の人質をぶんどるぞ。かかれ。あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような場合を。巻き込まれては面倒しごく。この場は逃げますぞ、若。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門。よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。閉門。あたざ、勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返す。人質の体力立て。ならばここに陣取るのが最善だろう。やっちまうぞ。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門。本田平八がいる限りこっから先には行かせねえぜ。ほう、できながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなかった。つけ野郎にしてやられたか。開門。竹の人質を奪おうなど不届き千万。盗っ人どもめ、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてください。半蔵、無理はするな。信行兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。またも退路を断たれてしまった。イチも来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。信行たちが押されているか。直ちに援護するぞ。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。と手合わせをしようか。武功一ついただきだ。聞かせていただこう。ほう、見上げたものだな。やっちまうぞ。織田の
これほどとは。あとは若の分を祈るほかない。敵将、オイラが討ち取った。私の獲物発見ね。どんどん行くぞ、どんどん。そこか。無礼な連中ね、覚えてなさい。開門。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。人質の身であれ、モノノフの端くれ、やすやすと捕まるものか。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。あなたは一体何のためにこんな無謀な戦を。イチ、よく来てくれた。また無茶なことして。よく従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。